い、こんにちはケイです。こんにちはっす。もうなんで急に笑ったの。いやいや、なんかね、すごいね、今すごいとこ来てるんですよ。そうですね。で、すごい声が響く。で、なんか皆さんいらっしゃる。なんか面白くなっちゃって笑っちゃったんだよ。これはポンコツゲームポンコツです。ポンコツもある。ポンコツはポンコツに。よーポンコツのみんな。ポンコツなら我々なんで。あ、そうそうそう、我々みんなポンコツ。すいませんでした。じゃあせっかくね、一緒に撮ってますので自己紹介を。じゃあ、あれやらないの、頑張っていきましょうぜ。じゃあ僕が言いますね。はい、どうもこんにちは、高橋です。今日も行きましょうぜ。え、お前がやん。お前がやん。はい、どうもこんにちは、高橋です。今日も元気に行きましょうぜ。行きましょうぜって何やねん。そこ大事。お前じゃあ昨日さ、昨日飼い猫が死んだ人に元気出して見てもらえる。それはちょっと無茶だ。そういう人もね、まあ確かにいますけれども、まあまあまあ、やっぱね、ちょっとでも元気をみんなにあげれればってことですよ。あ、なにいいから自己紹介して。行きましょう、ゼって。どこ、どんだけ引っかかってんだよ、そのゼに。暴言ゼにどんだけ引っかかってんだよ。ボロネーゼ的な。そんなおしゃれな料理じゃない。明けましておめでとうぜ。いや、おめでとう。早く。じゃじゃん、菊池です。じゃじゃん、菊池さん。じゃじゃん、菊池でございましょうぜ。そうですね。そうですね。そして、はい、前の時に、ツッチです。いや、違う、知らない人しか言ったら、本当にツッチだと思った。ニコちゃんです。ニコちゃんでもない。ニコちゃんです。もやさんね。もやさんね。もやゲームズ TV のもやと申します。今後ともよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。やっとみんな行きましょうかして。はい、というわけで今日はどうするんですか。今からね、ずっとやってる。大丈夫ですよ、もう。今からその、何でしたっけ、なんか強いのが来てるということなんで、もやさんに連れてってもらって勝ちたいと思います。お願いします。雑だな。流れがマリしてんだよ。マリしてんの視点にね。マリしてんす。それにもやさんに連れてってもらって勝ちたいと思います。お前57か。行く権利さねえじゃん。行く権利さねえじゃん。50頑張れって。あとちょっとですから。分かったよ、じゃあ砕くよ俺が。ありがとうございます。すいません、スタミナもうなかったからさ。俺かと思って。ひどいやつだな。教えてもらって石まで使ってもらうんだ。基本は使わせちゃうんです。すいません、ありがとうございます。行きましょうぜって。どんだけそこ行ったか。ぜって。ちなみに足組んで偉そうに見えるかもしれないけど、あの座るスペースが狭いから。狭い。これね、これやってる感じで、ちょっと偉そうに足組んでるわけじゃないんで、そこちょっとね、あの皆さんに誤解されてほしくない。めちゃくちゃ言ってる。お前さん、普段めちゃくちゃいい人です。おい、やめて。それ言うと客に恥ずかしい。お前らの流れじゃん、それ。お前らの流れじゃん。マセウスさんが来たらいいじゃん。マセウスさん、ポンコツメアさん、ごめんなさい、いい人で通ってますけど。やべえ、これ食べ、どうすんねん。どうすんねん。どうすんでしたっけ。頑張れ。あー、頑張ります。頑張るんですけど、とりあえずレーゼンが危ないってさっき話したけど、上のぷよぷよを倒す。ぷよぷよ、ぷよぷよは処理。はい、頑張ります。ぷよぷよがレーゼンを取るんですか。え、違う、あの真ん中のラス。真ん中。あー、そう、真ん中のあの、ドクロを外国半若面かぶってますから、レーザーの処理。じゃあレーザーを避けてきますね。そう、出るぷよ。ぷよぷよをちゃんと処理しないと、あのこうなっちゃう。あー、ロックで、ロック縛りになっちゃう。ロックかけないとね。キッコーマン。キッコーマン。見てきれば。あ、やっちゃったよ。オッケー。お前。ああ。今みたいなシーンだと、右上のやつ、こいつがロックを打ってくるんですよ。だから次にさっきちゃんと処理しないと。で、他のやつは3だったんで、放置してもよかったんですよ。なるほど。とかを考えつつやると、いい感じですよ。さすがです。すげえ勉強になるんですよ。っていう風に説明してると偉そうに言ってんじゃねっていうディスが来るんで、あのできればお口ミッフィーにしたいんですけど、そしたらもう死んじゃう。負けちゃいます。負けちゃう。はい。ポンコツ TV のポンコツゲーム TV。ポンコツゲーム実況。ポンコツゲーム実況。ポンコツゲーム実況のリスナーさんみんな優しい人ですか。めちゃくちゃ優しい。あ、じゃあ大丈夫です。はい。しないでください。怖いんで。ください。急にチャラくなった。マジ怖いんで。その口を出す。え、ダメ。これ、え、ダメ。大丈夫です。あ、よかった。あと、ごめん。ナイスナイス。逃げてくれたら大丈夫です。危ない。めっちゃ危ない、これが。うん、今、重なってたからね。これは、プヨ行っていいっすか。いや、ダメっす、ダメっす。ロックかかってますから、そうやん。縦感ちょっと、そうやん。
ちょっと左気味で、ほんと何もしないぐらい。うまい。あー、下に、ちょっとでも触った。やばい。マジで。やばい。マジで。やばい、これは。俺下もレーザー打ってくるから、ハート取りつつ。あー、俺じゃなかった。あー、さすがだ。やばいよ。さすがだ。危なかったまだまだステージ1よ。あっち来たよでしょ。あっち来たよ。あっち来たよ。今やばい、今マジでやっちゃったよ。これ立て直しそう、立て直しそう。これどうしましょう。これは俺だったらルシファーを下に下げてあげて、次のルシファーで排除できるようにしたり。ルシファーの上をちょっと触る感じで。そう、はい、いきます。ナイス。あー、下がんなかった。下げてあげないとそこのビットに挟まっちゃうから。あー、なるほど。で、次のレスターは左下45度とかで打つと、はい、抜ける可能性がある。左下45度、俺だったら左下45度で打つと思うんですね。あー、抜けた。抜けるんだ。抜けちゃった。で、抜けちゃったと思ったらちょっと抜けちゃうんですね。まあ、しょうがないね。うん、しょうがない。全員当てて、そうだよね。そうですね、全員当てて。ルシファーのサークル活用とかいいと思います。あとレーザーはレーザーバリアと防がれちゃうんで、うまい。いや、今の誰でも大体できるこれ俺に見えるんだな。薄め角度でエラセスをした、移動したらエラセスこれね。これね、ちょっとうまいぶっちゃおうかな。うまいぶっちゃおう。うわー、攻めちゃう。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 お願いします。左やつ、右やつ。全然無理だった。くそげた、これ。ほんとびっくりした。ごめんなさい、今。超うまいぶったら、うまいぶったら、くそぶした。ダッサ、ごめん。自分へのディスりがすごい。いや、ディスられるって分かってるから、もう自分でディスる。もう先に分かってるから、下手くそって言われるのも分かってるから、今のは下手くそ。最初に処理したの。たまに。これ、どうしよう。ルシファーですか。ルシファー勝つのがいい。了解です。はい。うまい。え、ルシファー当てるから今絶対誰でもできない。絶対誰でもできない。そう。あ、そう。あ、困りました。困りました。隙間。あ、困りました。右の隙間。右の隙間じゃない。右の隙間。右の隙間。じじ、じじ二人。あ、ここ。そうそう。こんなところ。緑のおじさん。緑のおじさん。緑のおじさん。一緒そうだけど、そう聞くと緑、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 ナイス緑、イエーイ、ナイス緑だね。ほら、いい緑だ。あ、緑の褒めてる。緑を避けてるよ。さあ、ここはちょっと、回復の方してちょっとこういうのでいいですか。金にしたいですね。そうだね、まあちょっとだけ動かしようね。あー、まあ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 、我慢した。どうみたいな。今のいっぱい選択肢が。ああ、そうですね。いっぱい選択肢。カックスもすごいですね。うん。バッキー。いい。うまい。うわ。ベストうまい。これはうまい。はい。これは今相当いい状況ね。しかもちゃっかり剣だけ取った。剣だけ。剣だけ取った。時代が。危ない。時代があったから。危ない。ああ、絶対剣だ。あれ。よかった、今のは相当よかったね。2のぷよぷよだけ処理した。2のぷよぷよ、2を処理、じゃあ横、あ、縦か。うまいっす。これで下からいと、あ、下から、やべ、もう上にしてって4秒ちょっと超えて。あ、もうやん、あ、いい手仕方されたあ、オッケー、流しがすごい。あとして、グビットとか飛ばせてもオッケー、でかいっすよ。ここに挟まる感じ。もう直接でいい。この上ですね。壁に当たってからいいから。難しかったよね。こういう相手に挟まるときって壁に当ててからそいつの奥行きに入りやすいイメージで。これは下ぷよ、下ぷよですね。1なんで、でついでにアトスに触れば私だけですね。いけるのはあっ、それで十分。あ、結構いい。おっ、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 ナイスルー。強いですね。これは縦でいいや。あ、これ難しい。縦でいいじゃん。まあ縦安牌。
で、じっちゃん、じっちゃん、じっちゃんの、じっちゃんのビーム、バコ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 じっちゃんのビーム、わけわかんない、分かんなかった、あ、やべ、あ、大丈夫、これ、これ、あれじゃない、なんで急にボイマシなの、これ、自分取っちゃってもいいよ、もうやらない、あ、これ、横でこの人出せるんですか、あ、まあ、それでいい、とりあえず、ゲージだけじゃ、すみません、分かったから、これ、ケイユ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 、全部取って、なんでそんなすぐだな、すごい、何、分からないことがすごい攻められる、今のだったら、地雷、地雷、地雷、ケイタでしょ、そうすると、左の縦貫しながら、つい回収して、回収して、ついでにプロペを倒すとかの方が効率がいいんだよね、なるほど、これどうしたらいいですか、これさっきから上でしたっけ、これちょっとすごい、お前さん、マジで上、ケイちゃん、いや、右下挟まりできるじゃん、右下45度でそこに挟まってたら、壁に当たってから、壁に当たってから、倒したぜ、それだけ勉強したもん、変なことして倒したぜ、さて、さっきはビットビット壊せないってパワーアップスピード、スピードパワーアップだけだって、そうビット壊せないから壊せませんね、まあ、まあそうですね、縦、縦でいいですかね、ここは、いや、最終的な位置をやっぱ縦だとまずいんで、あ、そっか、左やる手からバリスティを切ってくる、やべえ離したこれ上下にイメージだからやばい、上下にイメージだから横側でバリスティを経由していけば自然とバリスティの横面につくから抜けれるんだ、効果してるわだいぶ効果してるわ、俺あー抜いちゃった、レンザバリアになっちゃった、あー、そうかそうか、排除したいところ別にね、なんかね、リスパーの SS は使わないからここで打っちゃってもいいんだよ、なるほど、ここでやりますか、待って、サクラをサクラ左にずらしてやっても多分レーザー当たらない、それで遊具だったら縦缶の方がいい、縦缶で安定で、その遊具ドラッシングはレーザーも受けるから、あ、俺をずらすのお前、あ、やばい、真ん中に入れちゃった、レーザー当たっちゃう、真ん中に入れちゃった、おいやらせたらしい、追加ですほら必殺技ですか、あ、いや、必殺技ね、打たなくてもね、多分倒せると思う、はい、ここに、ここにちゃんと綺麗に挟む、あー、なるほど、そうここですか、そう、弱点があるか、そんな感じで、とっけ、頑張れ、えい、うわー、すごい、いや、すごい、ナイスです、いやいや、ナイスアウト、すげえ、あそこね、挟まるから、だからさっき移動したら打ちやすくなるようになったんですよ、はい、アイベラスを移動させるパターンと、レーザーバリアのやつを倒してアトス優先で倒すかみたいな、そのパターン、ポンコツ実況なんやめっちゃためな今日初めてじゃない、みんなためな、ちゃんとした攻略初めてですか、すごい、なんだ
から回復もあるし、回復も出たし、うん、これは割とここは良さげ、良さげ、良さげ、縦髪切ってちゃっていい？わかりました。縦髪切ってちゃってハートを残りつつ、はい、多分クリアだけど、右で一発で、よし、パーです、よし、パーです、あとよし、よし、いいぞ、いけるか、よし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 、完璧じゃん、すごいな、指示がすごいな、指示が完璧だな、ありがたいわ。多分左上45度かな、右上ですか、右上45度とかで、はい、こんな感じでバカコンってこう、そこに集まる、右上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 、右ぷよぷよだけで OK です。わかりました。で、他のキャラにも触らないようにしてます。あとしかいいですね。これいいチャンスね。あー、まあ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 だいぶ持ち上げてますね。はいはいはい、あとはここに挟まって終わりたいんですよ。自分の名から大丈夫、あーごめん、だからやっちゃった。動かさなければすごい、あそこに絶対に入れますことは、今の入れなかったらもうクソなんだけど、今の入れなかったらもうダメなんだけど、多分ディスられるんで大丈夫です。みんな優しいから、優しい。これ私はじゃあ縦、いや縦だね。そうね、アビロックしちゃってみたいな。そうですね、ダメージを取っちゃう。わかりました。あー全部これだな。なるほど。はい、ここは、はい、ハート取りますか。いや、ハート取るよりも、はい、左に、はい、当てて、こう、ここに当てる、羅刹の左下に当てて、羅刹の左下に当てて、で、あとその上に上げたり、あ、で、ね、そしたら間入るの、そのままどっちにしよう。あー、なるほど。いや、あー、こっちは、あとすは、うん、横、あの、で、さくらはもう横勘で OK です。さくら横勘で、横勘でハード取る、デキーハードを取りつつ、取りつつ、羅刹を倒していくので、サワスピが当たるかな。まあまあまあ、うん、ここでここで移動なんとかすれば、はい、おっ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 、いい位置、よし、いい位置。もうボスですか。そうです。おっ、来た来たぞ。あの、そまでたどり着いた。もうこれで勝ちだ、俺らの。やった、勝ちだ。もう本部さんが俺たちの勝ちだ。嘘ついたら勝ちという謎の勝ちなんですよ。あとその右っ面に触る感じ。右っ面で、じゃあ弱点の、あ、ごめん、逆だ、左っ面、あとその左っ面に触られて、あとその真ん中に寄せる、真ん中に寄せる、よ、これ下手に、よし、右っ面に触っちゃうと、左っ面、左に流されちゃって、シールドの感じしちゃう。あー、なるほど。そうした、あ、そうか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 、はい、ね、これでまず、レッドし、全力でシールドしたんだけど、いや、ぜひぜひ、本当に、シールドの右っ面に当てて、こうやって上がって、あとその、シールドがここら辺ですか。上のシールドの真ん中でここら辺で、下に当たったね。下に当たった。難しいよな、下に当たった。難しいよな、難易度高い。これは彼簡単です。普通にアドスさん、アドスいきます。下経由は何してですか。届かんかな。横の方がいいです。あの上で上下レーザーに当たっちゃう、それは横の方が全然避けれる確率が高い。あ、浮いてるんですか、浮いてますか。ちょっと押しちゃったけど、大丈夫。あ、そっか。次、アトス。アトス、そっか。上にいた方がいいんだけども。地雷桜も被っちゃってるんで、2個当たり判定しちゃう。なるほど。カンカンがちょっと怖いということですか。そうですね。あ、ベベベベベベ。上の踏むと痛いよ、危ない。危なかった。おお。ビルの地雷踏んじゃうと、桜も巻き込みで食らっちゃう。2体分のダメージになっちゃうんですか。そうですね。範囲ダメージってこと。そうです。でもこれアトスいい位置にいるんで、アトスに触ってれば多分全然全然ですけど、全然当たらないでしょ。あ、そっち逃れたか。あ、なんか大丈夫。シールドに逃れたとしても大丈夫か。地雷3つは痛いな。地雷3つ怖いですね。ほら、俺の番に来ちゃったよ。使うこれ。いや、横勘でいいっす。横勘下下がりで多分十分っす。いや、いいっすよ。左の親父だけ倒すから下下がりっすか。で、落ちます。落ちこっけ。
大丈夫全然大丈夫よしよしよし大丈夫です桜で触ってもらえれば桜で二人触りでそうですね、うん、じゃあ桜の部分に当たらない方がいいと思うそうですあと桜触ってもらえますオッケー。おお、すげえ。誘発で出る風情でしょ。なるほど。俺絶対今の誘発でいいやと思ってたね。思えなかった。誘発下に行こうと思ってた。なるほどね。難しいな。よし。え、アドスはでしょ。ユノザコサで倒してしまった。ユノザコサ。おお。あ、残っちゃった。あれ。切り残り。切り残りしちゃった。根性あるなあいつ。こんなに。こいつ根性あるな。あ、いいね。ユウは右こいつ触って、アトス触って、でここのビットですね。普通ですね。そう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 。はい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 。バカヤロ。バカヤロ。バカヤロ。タカシ。頑張りますよ。タカシバカヤロ。はいはいはい。お願いします。じゃあ、菊池でした。まだ見てね。